うん、おいしい。人間丸くなりそうやね。そういえば向川さん、うん、京都といえば、うん、最近すっごい怖い経験したんですよ。え、何？あの京都で打ち合わせがあったんですよ、うんうんうん、その最後にお茶をおすすめ、うん、聞く聞く、場所変えよ。え、ここはやめとこう。さすが京都人との付き合い歴20年の向川アナ。大阪出身の玉巻アナ、怖い怖い。京都のお茶漬けのお店で京都人の話をするなんて。京都で打ち合わせがありまして、うん、まあ1時間ぐらい喋った後なんですけど、うん、お茶でも飲んでいきますって言われたんですよ。あ、はいはい、で、まあまあまあ飲もうかしらと思って、うん、お茶を飲んだの？飲みました。勧められて？勧められて。なぜ？ダメでした？やっぱり？絶対ダメ。断らないで飲んだ方が失礼に当たらないかなって思ったんです。それは行為ですから。違うのよ、それは違うのよ。違うんですか？京都だから。京都だから。京都やからこんなことも。娘さんピアノ上手にならはったね。どう答える？嬉しいです。違うねんって。まあまあ結構うるさかったよっていうことやね。怖い、今震えました。娘さん、これをよそさんはイケスみたいに言い張るけど、すんません気づかんと。はっきり言うのは悪いしね。あ、今回ナレーション担当するんは京都出身西村麻子です。京都人は気ぃつこてんのにイケスやって言われるんですよ。他のアナウンサーも苦労したはるみたいで、あの取材に行ったある、うん、あの割烹で、うん、あの皆さんにお茶出してあげてって あのあちらの大将がおっしゃったんですよ、はい、待ってました。お茶ですね。お茶待ってました、うん、そこで腰を押してつけて飲もうとしたら、うん、すっごい嫌な顔されて、もう終わりやでっていう、終わりやでっていう、まあまあ文章の丸みたいなもんで向こうはお茶を出したわけですよ。まあ今思えばね、はい、まず断らないとダメなんですよ。そこで、あ、皆さんにお茶出してあげてって言われたら、あ、もうすぐ失礼しますから大丈夫ですって言わなあかんかったんですね。丸。あ、うちもね、義理の父が退職するって言った時に、ともみさん何でも記念に好きなものをね買うてあげるから言うてみって言って、本当に欲しいものを答えちゃったの。何を言ったんですか？エルメスの時計なんですけど。どんな反応だったんですか？あー、エルメスねって感じ。多分ね、向川さんどこの人と結婚しても何かしらの圧力があったと思います。圧力はない、言っとくけど。本当に圧力はない、私は感じてない、少なくとも。そんな京都独特の婉曲表現をテーマにした著書も多い京都西陣出身の入江敦彦さん。こんにちは。ロンドンにお住まいなのでビデオ通話でインタビュー。まず伺ったのは、今や誰もが知る客人に対してお茶漬けでもは帰れだという話。実は有名になったのには理由があったんです。もともとはこれね、フィクションなんですよ。フィクションなんですか？そうです、そうです。あの、京都人が編み出したっていうよりは、はい、江戸時代の半ばぐらいかなに、あの、起こった上方落語。なんと元々は大阪で生まれた落語の話。いつも帰りがけにお茶漬けでもと聞く京都人と、その茶漬けを食べようと四苦八苦する大阪人とのお話。これが人間国宝桂米朝さんの得意ネタでもあったことから広く知られるようになりました。しかも本来京都人のお茶漬けでもは帰れという意味ではなかったんです。どう漬けどうですかっていうのは基本的に好意を表してるんです。あの、もうちょっといて時間も一緒に過ごしましょうよみたいな感じで引き止めるんですよね、はい、例えばね、カラオケに行ったとするじゃないですか、はい、でも先に用事があって帰らなあかん、うん、でも帰らなあかん時に、あ、そうですか、じゃあっていうのってやっぱりちょっとそっけないって思うんですね。もう一曲歌ってってくださいよ。そこで、まあもう一曲ぐらいいいじゃないですかって引き止められると、引き止められた方は嬉しいし、つまり京都人のお茶漬けでもは相手を気持ちよく送り出すための言葉なんです。
一度引き止めることによってお互いが気持ちよくさようならするみたいな感じですか。そうです。はあ、まあ面倒くさいですねやっぱりね。面倒くさいですね。どうか。そこでやっぱりじゃあもう一曲ってなるとやっぱりって帰るって言ってたやんかっていうような感じになるでしょ。別のことを言われるとやっぱ困っちゃうわけなんですよね。だから様式美と言いましょうか、やっぱり挨拶には挨拶に様式美があるように引き止める、うん、断る、また引き止める、断るみたいなこうやり取りが欲しいと。皆さん分かりました。せやしお茶漬け食べていきますなんて言われたら京都人はびっくりして常識ない人やわって思ってしまいます。続いて入江さんに伺ったのは、来た時に町内の回覧板持ってったら上がってくださいって言ったから、うん、はいありがとうって上がったら、その後ずずしい人だって町内人に言われた。京都の場合は3回言われるまで上がったらあかんって言われました。京都人の誘いは3回断る？皆さんが迷う話です。例えばこんな時、初対面の相手に食事に誘われたら、どう？この後食事でも。どうしはります？基本的にはブブ漬けと同じで断るのが前提です。向こうは食事に誘うという行為を示してくれてるんやから、いやもったいないって言って断るっていうのが大事なんです。でそれでもまだ誘ってこられることが京都の場合はすごく多いので、はい、その時はやっぱりこう様子を見ると、実はねってちょっとお腹の具合がとか、来る前に駅そば寄ってしまいまして。時間ないの？行きましょうよ。それでも誘われたら誘いに乗る。ただでも基本的には1回目は断った方がいいでしょうね。どんなに誘われても難しい距離の取り方がね。食事する時って必ずアポイントメントが最初に入ります、はい、あの食べに行くさかいそのつもりでいてなとか、おぼなしのお誘いはちょっと探りを入れた方が。そう、京都人は本当に食事をしたい時は前もって約束するので、初対面で誘うのはお茶漬けと同じく客人を送り出す挨拶なんです。なるほど、だから断る、うん、だから断る、それが行ったり来たりするのが様式美なんですよ、はい、それ知ると全部辻褄が合いますよね。合います。なるほど、いけずじゃないないんですね。お母さん仲良くできそうです。たまちゃんどうでした、はい、実際京都で皆さん話聞いてみて。そうですね、うん、あの皆さん気遣いから来てるんだなっていうのが一番の発見でしたね。そうなのよ、単なるいけずじゃないのよ。単なるいけずって思いがちなんだけど、本当はいけずじゃないのよ。言い過ぎですよ。言われました？つまみ出されますよ京都から。困ります、それは。ねえ、だから私たちが怖がってるほど怖くない。中身を知れば、うん、歩み寄れば、うん、あそういうことなんだって、なんか変に構えなくてもいいのかなって思いましたね。そうですね、多分ね。だからまあ最初のインパクトがやっぱり強烈だったのでたまちゃんのね、だからそこから脱出するのにちょっと時間かかりましたけれども、でもまあ1回目の放送をご覧になったら、はい、まあまあ、あなるほどね、うん、京都人思ってたよりいいやつらじゃんぐらいにはなってるかもしれませんね。そうですね、で、はい、次週は、うん、